世界初、プラズマクラスターで新型コロナウイルスが減少、シャープ。本日、シャープが長崎大学と島根大学と共同で、プラズマクラスターを新型コロナウイルスに対して30秒間照射したところ、ウイルスの感染力を90%以上減少させることができたと発表しました。まあ、ただ、シャープの資料を見ますと、対象となった 実験装置の、まあ、空間の広さがですね、3リットルとなっており、こちら立方メートルに変換しますと0.03立方メートルとなり、まあ、お部屋の広さは6畳まであっても20立方メートル以上はあるはずでございますので、まあ、こういったプラズマクラスターを使用しても、お部屋の消毒を行うことはほぼ不可能でございます。 またすでに COVID-19 のウイルスについては空気清浄機では意味がないと注意喚起がなされ、換気が空気の入れ替えが必要であることが明らかになっておりますので、皆様このシャープの発表を誤解しないようにしていただき、お家にあるですね、 エアコンや空気清浄機にプラズマクラスターが搭載されていても、そのプラズマクラスターによってお部屋がすべて完璧に消毒されるわけではないということを理解していただき、定期的な換気を心がけていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。